申し訳ございません。<laughs> 謝ってますね。ええ、あのドラマホテルよりホテル高島正信の高島まさの,のホテル申し訳ございません。<laughs> 古いな二十 <laughs> 年ぐらい前だぞもうそれ。<laughs> な先週はいはいはい先週ねちょっと酔ってました先週ですよそうです今日,今日酔ってない今日酔ってない今日はもう完全調べていっもきん,んですけど先週ちょっとねその撮影でお酒を飲むっていう,あ,うあったらしいですね撮影がありまして、うん、その没になるらしいですけどねそれもねあ没なの <laughs> いやそう噂ですよそあそういや分からないけど、うん、それは 運営のことは知りませんけどボツじゃねえかなっていう空気は感じましたすけどね全然僕は使っていただいていかんないですけどねそのさ、そさラジオイベントのね打ち合わせがあってその後おすしさんとこのアリッチャー・アリスパークの前回の「インサイドヘッド2」の放送を撮ったんですけどもそこに至るまでやっぱり酔ってましたねいやもうひどかったんですよこれはひどかったひどかった とにかくねラジオイベントの打ち合わせの時もうマジ酩明しててまあ進行を邪魔する邪魔するいやもう冷静沈着いや全然ですいやもうマジでねあそこの場にいた出演者たちはもう全員ねもううなずいてると思いますけどもうとんでもない悪魔でしたね え悪,魔悪魔降臨です悪魔が降臨したか悪魔降臨ですマジでいや全然俺覚えてないというか <laughs> ちゃんとし発言してたようなしかもその正論を正論すごい発言してたと思うんです <laughs> ん<か>、ね、<laughs> 正論が恐ろしすぎる正論なんですよね、うん、だから恐ろしすぎる正論だからお酒飲んでない状態だったら言わないであろう正論、はい、だからオブラートを一、はい、枚もかぶってないやつを。<laughs> <laughs> ンバン言うもんでで怖かったです、ね、よくないロレだって別に飲みたくて飲んでるわけでそ, <laughs> それもずっと言ってましたそれ、うん、だからそ酔,酔わないといけないっていう,うん、うん、そういうねあったんですよ,でよ企画はねうん、うん、まだ分かんないんで出るか分かんないんで,で詳しくは言わずにおきますけどまあなんなら酔えとまあねそういう企画だったみたいですよね酔ってく っていうもうオーダーが仕事が入ってたんでまあまあまあそれは俺は別にそんな飲みたくないんですよマジでまあまあね俺そんな飲む方じゃないから確かにねそんな飲まないそんなベロベロになるような飲み方なんてしたくないんですよ疲れるし次の日終わっちゃうじゃんだってわかりますそれはわかりますよ飲みたくないんだけど一応オーダーとしてそういうちょっと飲んでもらいたいっていうようなね ね、飲んだんだねあっ,って相当飲まないとさそのまあね何て言うのかなその <laughs> なんかその程度分かって酔っ払ってるやつってやっぱ一番怖いまあ、ね、それはその企画的には面白くないかもねそ,そう、うん、半分なんか冷静でなんかちょっと酔っ払いのふりしようみたいなのって <laughs> いらないんですよ別にまあ本当はね、うん、だかかからももうう酔うしかないかでも ちゃんとその後も、仕事をしたというか。うんうん、いや、でも、だって、その後に会議を組んだのも、じゃ、俺じゃないのよ、別に。<laughs> 確かにね、あの、会議は、その後に入っちゃダメだめ。入っちゃダメだろ、<laughs> その、酔うさ、企画の後に、イベントの会議をやるっていうのは。それはだから、ね俺からしたら、なんか、その、イレギュラーですよ、そんなもん。も俺が一番イレギュラーだよ。だ <laughs> <laughs> わざわざ会社まで来させられてさでもその後アリッチャリスパークをねそう一応取ったけどねその回もまあちょっとね多少ろれつが回ってなかったと思うよそれ俺が偉かったよほ<う>んとよくやったな俺はとお寿司さんの話を奪ったりとかね <laughs> 奪ったりあのもう何言ってるかよくわかんないことし <laughs> なんか急にテンションが上,がが上がったり下がったりみたいな乱高下する中ででもなんとかそんなね一 2> 2回分はやろうって俺もここしかないからちょっとホッとしたよねあの、うん、まだちょっと常識が通じるようになったのね回分取れたかっていう、うん、そこをみんなはでも褒めないんですよ褒 <laughs> めない褒めない酔ったことは責めてでも酔った中で何とか正気を頑張って保ちながら成立させようっていうのでアリスパ一回分を取り終えたっていうさ まあ1回分取れたのは、うん、すごかったなと思いましたよ。頑張ったのかどうか知らんけどな <laughs> さあ何な,なんだろうね、うん、酔っ払ってるやつってやっぱり、うん、もう本人はいいかもしれないけど相対する人はどういうふうに、ね。 向かかっっていいのがめちゃ悩ましくな温度差がもうできちゃうからねそう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 話もんかその本当に伝わってんのかどうかもよくわからないまま話さなきゃいけない本当そうしこれ多分覚えてないのかもなってさ思いながら話すと何か身も入らないからそうなんですよそれはめっちゃあると思うわかるであの俺やってるネジ伏せるずっていうさ沼田幸太郎ってやつもお酒好きですもんね すげ飲んでもう最終的には絶対こいつ覚えてないんだろうなって状態になるぐらいになるんだなった時にやっぱさこう俺の今から話すエピソード面白いことを言うたびにもったいないと思っちゃってこいつに話しても多分もう無駄なんだろうなってそうそうそうだからなんかさもったいなんだろうね平等じゃなくなるそこでそうエピソードをなんか俺が一個 隠すってなんで飲み会で一個さそんなん隠さなきゃいけないんでとか思っちゃうで今のこいつに話してもしょうがないなっていう感じがもうさ出ちゃうもんねやっぱ酔っ払ってる人そうなんですよだからもう酔わせる企画をやらすなってだそう社会的なオーダーに応えようと思って酔ったわけあだからそこまでいくと思ってなかったんだろうねきっとねやっぱ見たいんですよそれをそれをやっぱエンターテインメントとして商品として ししたいんでしょうおそらく<あー> <laughs> どこの立場から話してるもの人、うん、なんかやっぱそこに答えなきゃっていうのが俺の中に生まれてめちゃくちゃになっていくっていうて、うん、<laughs> その<ー>一人で飲んでたら別にあんなことななるわけないあまあねそれはそうですよ周りが多分何かこう求めてるんだろうなっていう、ねうん、いや確かに。うん 会議がななければ全然問題なかったと思います。ただただ鬱陶しく酔っ払ってただまあ面白かった部分ももちろんあったんで、うん、それはよかったとは、まあ、全然会議がなかったらよかったんじゃないですかね。うん、いやでも覚えてますようっすらとうっすらと覚えてるの,ああのかんちくんがね今回ラジオイベントの,その責任者というか統括みたいなことをやってるんですけど。 俺はやっぱかんち君がその回すのに必死で面白いことをできてるのかとうん、うん、かんち君自身が楽しんでるのかみたいなのをすごいやっぱ問うてたかんちが笑ってねえんだよってずっと言ってた <laughs> <laughs> かんちが心の底から笑ってねえんだよっ言ってた、ね、それは俺刺さったと思ってるんですけど <laughs> あ,まあ,なんかある種本音なんだろうなとは思ってましたよ僕は。うんうん そのねなんか企画会議でいやだっておもころってだってそういうのを笑うためにやってるものをやってるやつが笑ってなかったらさおかしいじゃんんそなその企画会議は別に笑う必要ないでしょ。 それは確かに正論は正論なんだけど、うん、極論というか理想論だろうなっていう感じだとは思いました、ね、確かに理想論ではあるそみんながみんなねめちゃくちゃ面白いことをね。そ,うそ,うそ,それはやれたらそれは向だけど、うん、それやっぱやれないからからこう企画を練ってちゃんと打ち合わせしてやろうっていうふうに多分落ち着いたと思ってたのに思う,う,う,、うん、う頃って。今そう あっいやもうもっと俺はプリミティブなもっと原始的に原始的なもうハリソン山中ですよハリソン山中は全然向いてないから最もプリミティブな方法でやっぱやらせていただきますもね山中だったのかやりたいじゃんやっぱりいやそうそれができたらめちゃくちゃ面白いかもしれないけどそれを急に言うなよ最初からそれ言うならいいけどもうここまでできてしかももう 2週間もないぐらいのもうないすですよもう終わってんのかこのラジオの頃にはそうでもう終わってんのごいどうなってんだろうなちょっと発信しちゃうんだよねなんか最近おもころイベントって発信しちゃう発信しちゃうの どういういことですか,なんかこれがやりたいっていうよりは枠だけ決まってて決まってるようで発信を始めるからなん、まあ、りから決まっちゃう、ね、誰がハンドルをこう握ってるのかみたいな曖昧さがなんかあって <laughs> あ<ー>まあ確かにそういう感じあるかもね、うんうん、でもね俺部外者から見てると、うん、まあ俺一人だけなんですよね、うんそ ラジオイベントっていつの間にかね本当にいっぱいいたと思ったので会議とかに参加するんですよねだから普段の会議は俺は参加したことないけどこれのラジオイベントの会議は参加してるからそのやり取り見てるとすげえなって俺は純粋に思うんですよ。アアイディを バンと出しした時に、うん、じゃあどうしようよかみたいなのを映像どうやって撮れるみたいな感じですぐ映像を撮ってくれる人に聞いたりしてそのパパ,パパパパンと形が作られていくるもう全然部外者からしたらもう全然立ち入れないような状態になってる。うん、多分 普通じゃない状況になってるはずなんですよ。そう,すかそうだと思います。うん、イベントもいろんなことや,やってるし、うん、そ記事とかでもそのどうやったらこの面白くなるかみたいなのもういろいろノウハウが溜まりすぎて、多分通常の常識が通じなくなってると思うんですよ。だからそれは。 俺はいい,いいことだとだ思う確かにそのイベントの、まあ、なんかイベントを開くっていうこと自体にはすごいそのいろんな会場でやったりとかしてるし、うん、その音声とか照明とかどうしようみたいなことの知見みたいなのはまあすごい会社には多分蓄えられてると 思いますそれなんかちょっとしたアイディアめっちゃ面白いアイディアなんだけど、うん、バーグじゃないとこで行ったら「うん、それ面白いね」で終わるんですよ絶対。じゃなくて「それ面白い」っつったらどうやったらそれ実現できるかっていうのをみんな一気に話がボンボンアイディアが出てきて。 すすげえと純粋に思いま会社から見ると、うん、なるほどね。<laughs> だからその中にさらに原宿さんはそれずっと見続けてるから、うん、もうそれも当たり前になっちゃってて。うんうん いやそんなことじゃねえだろっていう、うん、位置にまでなんか行っちゃってんのかなっていうああなるほどもっと面白いってそんな小手先じゃねえだろみたいなことになっちゃってんのかなってど <laughs> うなんだろうそこの確かにね分かんなくなってるっていうのもあるのかもしれないですねそうだと思うすだから、うん、多分ぐるぐる回ってる状態 なんだけどでももともとそういう団体だったけど、うん、そのもうめちゃくちゃなことやろうよっていう状態だったけど、うん、やれるっていうことになった時に、うん、こうすればやれるみたいなのが もういろんなことができる状態になったから、<ー>その原始的な部分がなんか薄れてってるように見えるだけなんじゃないですかね。うん、ああ、なんでこんないいことを俺言ってす、ね、確かにそうなのかもしれないな。<laughs> ちょっとまあ俺も慣れてしまってるっていうことなのかもしれないですね。そう,そうありますよ。多分なな,ないものをやっぱ欲しくなるみたいなとこもあるんじゃないですか。だからやっぱ俺を泥酔させた方がいいかも。<laughs> 一応冷水させてイベントに放り込むっていうお客さん引くぞこれはすごいかもすごいすごいかもしれないこれはすごいこれはとんでもないことだめねダメな意味ですごいですよ絶対いやでもそれがいいよねっていうところまでも俺はそういうこまでいっちゃってるのよそれはもうなんか自称な面白いことあるかっていうわくわくしちゃうそんなわかるけどねそれが面白いそれで別になんかね炎上とかももしかしたらあるかもしれないですけど そうですなんかそれを経て一つになれるんじゃないかっていう、ね、ああそ,のそこまで俺行っちゃってるのかもしれない破壊こそ想像だっていう今 <laughs>、うん、そういう時なんでしょうね。なるほどね、うん、あそこまで行っ,っ,っちゃってるんだろうなそこまで多分なっちゃってるんだう だから自己破壊をこれから自己破壊してんのも,うしていくかもしれない <laughs> それが想像だからっていう,ああう,う岡本太郎みたいになっちゃってんうんいやでもなんかちょっとね、うん、先週の放送その聞き苦しい点が少しやっぱりあるじゃないですかテンションの差もあったりして、ね、いやど,、ね、<ー>どうだったんだろうなと思ったけど、まあ、俺も聞き直してやっぱちょっと違う感じだない,、うん、<laughs> いつもととはね、うん、なん思ったんでまあもうそんなお酒をね 飲んで取るなんてことはもう滅多にないですからもうないですよね基本的には好きじゃないんだからお酒なんてもんは飲んでるけどね結構美味しい時もありますよそれはまあね。最近よく原宿さんと行くね宮がめっちゃいいところを発見てね今行きたいもんそこはね。でもそこで飲むって言ってもさホッピー開幕頼んで最近その炭酸がね うん、きついっていうことですね。炭酸きついんですよ最近。そう、四十五周辺は炭酸きつくなり期。炭酸きつくなりきです。今ちょうどきてますよ。炭酸ガスでお腹いっぱいになっちゃうんですよ。わかる。そうなんですよ。ガスで。ほぼ、そう、胃の中実は空気いっぱい、空気がそう。余計なガスをね入れたくないっていうので、もう炭酸を避けるようになりますまず。うんうんうん。もう俺ハイボールとかもあれ強炭酸とかまずやばい無理無理。 マジやあれ俺マジシャカシャカシャカって振ってから入れたりするもん抜いてから抜いてからそう俺もんか炭酸水好きでめっちゃ飲んでたんだよなラジオでも多分話してるそうです炭酸水好きですごい飲んでたんですけど一切飲んでるええ結構だって12年前じゃないそんな話ってなぜならしんどいからそうだよねお腹が膨れちゃうんだな <laughs> この先あるんだよだってねえいやだって今じじいもじじいのレベルになってたらもう次どうなんのよいやそうだよだからまだ、うん、まだ平気なんだよ実は、うん、言ってるけどまだ本当はおじいさんたちはやっぱまだまだ若いなと思ってるよ、うん、分かってるかな、うん、炭酸が飲めるなんてと思ってるよ多分、うん、飲めもしない、ね、<laughs> ま, <laughs> まず水分がまず飲めない <laughs> <laughs> 入ってかない水分が全然受け付けない深井でもそこで飲むんでも深井1,2杯とかで終わりですからね深井もうでもうまい当てを食べつつ一二杯飲んで深井満足もう十分だよね十分そうなんです本当すみませんもう小皿だよね小皿でも十分おばんざいでもおばんざいですよ あだここに来ておばんざいなんだなって思い始めてるおそうだおばんざいってこれだわもうつまんないじゃないですか、ね、おばんざいっておば,ば,ばんざいつまんないよおばんざいで笑ったことなかったのに <laughs> 45ぐらいになるとやっぱおばんざいってはありだなみたいなおばんざい <laughs> ちょうどいいちょうどいいちょうどいいかもっていうのがこのから出てくるからねいやーいいじゃん「ん万歳ラジオ」ですよほんとそう もうこんなね酔っ払って取るようなことはないんでああよかった僕も望んでないんですからそんなそうだよねそりゃそうでしょうよシラフでいたいんだからそうだよね本当はそうですよ最初の頃ねお酒飲んで取ってたけど原宿さんがやめようって言ったのそう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 なのよ俺はもう飲むんで取るのをやめよう側の人間ですからそれはそうですよね前回はもううしょがなく ここで1本取るしかなかったんでなん、ねまあまあ、とかかんとか叫びたいのをこらえてグッ <laughs> とテンションを下げよう下げようとしたけど時々爆発したりとかして。<laughs> うんうんうん あの前の会議のところを見てたとしたらみんなアリスパ原宿よく頑張ったと思うと思うわ褒められるべき行動なんですよあれはまあねあそこは成立してよかったなと思うもうこれ以降はもうね落ち着いたいいじゃないですか大人のトークを結構嫌う人多いからねああいうの広げていきたいと思うんですけどいきましょうよというわけでそんなお酒には気をつけながらというわけでね今日はいる人

ね、聞きましょうよ。一緒に読んでいきましょう。うんうん、はい。ではえー、五島さん、五島さん、五島さんのいる人。複数人で一緒に怒られている中、怒ってる人からお前はいいよ。いやなあ。お前は頑張ったよなと告げられ。 自分が比較的安全圏ににいいるるると分かった途端饒舌になる人あみんなは来られてるんだけどうん、うん、なんかその場にいなかったから分かんないみたいなポジションのやつってうん,、うん、なんかその中でも来られてるんだけどうん、うん、ちょっと蚊帳の外というか。そうね やっぱ責任は自分にないみたいなこと、うん、ないからんかもう安全でいられるみたいな、うんうん、上手になる <laughs> 何を喋てる <laughs> いやでも上舌になるパターンもあるかもしれないけど、うん、なんか気まずいみたいな時もあるよねあ,あるあるあるみんな怒られてるのに、うん、なんか俺だけちょっとこれどうしたらいいんだろうみたいな,な確かにね、うん、そのあとあと仲間たちから、ね、そうそうそうねそうはぶられそうな感じでなんそこもちょっと ちょっと羨ましくもあるその怒られる側にいられるっていうのとかちょっと絆感みたいなのもあるしけど今これ俺はどうするべきなんだろうちょっと悩むとこもあるよねはい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 あそこら辺のポジションの難しいんだでもそこで俺のせいスすみたいなのはもうやりすぎじゃないそれはもう踏みすぎてるそれは逆になんか助かろうとしてるやばいやばいやばいみたいな感じじ場合は。 そこでどうしたらいいんだってあれね中学の時に買い食いして怒られたことがあって相談室っていうんか怒られる部屋があったと思うそこに呼ばれて5人ぐらいで呼ばれて怒られたことがあってすんげえめちゃくちゃ怒られたんだけどその部屋酸素がすごい薄くってだんだん俺クラクラしてきちゃって途中でバタって倒れちゃったなんかでも わかるその感覚んちょっと貧血っぽいというかクラッてならクラッとしちゃってで貧血で倒れちゃったらその今までめっちゃ怒ってた人がやっぱ俺が倒れたから「どうした?」みたいな感じでまあなるよねそれは大丈夫かってなってちょっとトーンが下がったんだああまあそれはそうだよねでその後に俺みんなに「お前あれナイスプレー」ってすげえ褒められたわざとじゃないんだけどわざとじゃないんだけど あれのおかげでうちら助かったみたいなわあそれすごいかもあ倒れるか倒れるっていう,うん、うん、そう,そう倒れることで怒ってる人のトーンを下げる下げざるを得ないからねこれあすごいなこのかわし方、うん、これでも誰でも使えるから、ね、使えるね、うん、別に気分悪くなくても倒れればそうそう,そうでも俺ほ本当に気を失ったからどうやって倒れたか覚えてないんだけど <laughs> 本当に気絶したのそう気づいたらあの寝っ転がってええー、やばっ 英語の先生が何人か先生いたんだけど胸の俺のワイシャツのボタン開けてこうやって「大丈夫?」みたいなってうわ怖え怖いっすだからよっぽどの倒れ方しないと真実味がなくなるう確かにねわこれはすごいライフハックですこれライフハックとしていいのかっていう問題もある中学生とかだったらいいでしょうはいでは続いてはい国門さん国門さん国門さんのいる人 診断終わりに肩を両手で叩いてくるのが好きな人。あわ<ー><ー>かるなるほど。なんか聴診器とか当てて「うんうん、はい大丈夫」っつってポンって、うん、肩を叩いてくると「あいいな」みたいな。ああわかる。これってでも結構いいらしいんですよね。 結構いいらしくてうん、うん、なんか今ちょっと不安が来てるなみたいな時にこう肩をというか胸でもいいんだけどうん、うん、肩とか胸とかをこうポン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 と自分でも叩くだけでちょっとその収まるみたいなこれはあるんなんか実際にそういう手法みたいのがあるらしいタッピングみたいなあと肩をこう抱きしめるとかもいいん自分でこう包まれてる感じをこう出すとかいいんだねいいらしい。ほほ、ね、ううん じ本当と理にかなってんだねだからわざとやってるお医者さんとかもしかしたらいるかもしれないですねポンっていうでもあれなんか俺自分が男だから別に嬉しいと思うんだけど自分が女の人だとしたらあれ嫌じゃないかなと思うんだけどどうかねどうか俺に聞かれてるね私に聞かれましても女じゃなかったからいやだおじさんの医者としてねいやう方は別にやんじゃないのそうかな結構ちょっとどうと ギョッとしない？なんかおじさんが肩をパッてややるのってあ。あ、そうなんですかね。い<や>肩も無理。肩無理じゃない。うん、いや俺絶対嫌がる人いると思うんだけど。パンも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 。えじゃあやんない。<笑><笑>やんないだろ。もともとやんないだろ。誰にやろうとしてる。<laughs> ねいやでも俺は嬉しいけどね。俺はとこやさんのあれとかも好きだもん。おお<う>。いつポ,ポ,ポンポンポンっていうさ。

ベロンベロン舐める人これいねえだろそんなやつこれどういうこといや俺オートバイ乗らないから分かんないんだけどもしかしてヘルメットってそういうもんなのと思うあの口のところにあるところは確かに口が当たるから舐めてもいいんだよねベロンベロン舐めるベロンベロン俺絶対嫌だけどねフルフェイスのメットのメットのうん あれ絶対嫌だよ。舐めない。いや舐めな舐めな。舐め舐めたことないあ舐めたことない。うん。でもベロンベロン舐める人っているのかもしれない。片岡さんは舐めるのが好きな人もいる。もしかしたら真のバイカーはな舐めてんの。舐めてるのか。ええ。ちょっと今度書かせてもらおう。最悪だよ。あれさ、俺フルフェイス被ってる時に。 をにのよあれはけないもんねペとかべって吐くこと自体がまずダメなんですけど若い時にかぶってどうしても吐きたい時に前のフェイスの部分上げて口を下げてペってやろうとするんだけどやろうとした瞬間にそれが全部上がるんですよそうするとこの口のところに全部つばがってつくってそれ何回もやってる俺なんで あうまくはけないから全部口のとこにベロンベロ舐めてんのとほぼ同じようなことが起こってちょっともうバイク乗ってる人の見方変わったわ今 <laughs>、うん、みんなあそこ唾びっしゃり臭そう臭いっすよフルフェイスな<さ>フルフェイス自体もう くせんだからいやでもいいんですよそんなことじゃないですからバイクバイクってそういうことそういうことじゃないバイク自体がかっこいいから全て許されるあれでしょその藤子ちゃんみたいなさメットを脱いだらブワーンみたいなないですよねセクシーな人とかもヘルメットの内側もツバでツだぐちゃぐちゃってことでしょツバぐちゃぐちゃくっせそういうこと今度からくっせって思ってそういうシーン見ちゃうの ってやってそれは <laughs> 臭くない人もいるでしょう,ねう <ん S 1> すごいねえでは続いてえアンプラリアさんアンプラリアさんのいる人ロケ番組を見るときこれカメラマンが一番大変じゃんと必ず言う人ああ裏を言うタイプね <laughs> これななんかもうずっとこうですよねなんか なななんでこうっっちゃたんかさ人と違うことをちょっと言いたい病があるんだよ、ね、これ仕込みだよねとかあ<ー>なんかなんでそっち側にすぐ行くんだっていう感じが最近すごい顕著にあると思うんだよね。ね人がなんかね騙されたくないっていうなんか欲求強すぎるようになってきた、うん、気がする。っていうんですか、ね、真実みたいなものが一番価値があるみたいな感覚なんですかね。うん い、うん、なやっぱあのバチェローレッテとか見るとさやっぱ思っちゃゃうじゃんあ、まあ、この間もねそういう話し,してたりとかしましたよね。そうそうなんかやっぱスタッフとこうなんか打ち合わせとかしたんじゃないのかなとかさ、うん、思ったりするのってやっぱしょうがないよね。うん もうしょうがないのかなその作り手側をさ、うん、めっちゃ意識して喋っちゃうよなみたいないやもうそこまでっ<覚>ていうかそこをばらしすぎたんじゃない今までのなるほどね裏を見せすぎたんじゃないかっていう問題あるよね。とんねるずとかがスタッフいじりとかし始めてうこうなってんだとかなってで芸人さんとかがさやっぱその裏笑いみたいな感じでさそうはねいじるじゃないなんか裏側のなんかね。 それをやっぱ見てるからどううううしてもそい目線になっちゃよね手品とかも今種をさ解説する人がめっちゃ YouTube にいてそうなってくるとんかもう手品って何人みたいな感覚にもうなってきちゃうというかあれ困ってんだろうね手品死ぬ人たち嫌だろうなあんな簡単にばらされてたらばらしたやつはアテンションを得られるわけじゃないですかうわすごいそうだったんだみたいなすごいよなんか先 ですよねそういうの幻想をさ全部剥がしてうん、うん、その未来にびっくりさせられたわけじゃんたくさんの人をたくさんの人手品でめちゃくちゃびっくりさせられた消費を今この一瞬の点で全部食ったっていう。 ひどいいよそつ俺 <laughs> 結構ひどいなと思ってたけどどうなんだろノンフィクションとかそのドキュメンタリーみたいなのはうん、うん、なんかもうそれをすするっていいうことじゃないですかそれ自体もやっぱ興味深くはあるしまあそうなんですよね見ちゃうんだけどねあるんだけどねうん、うん、これもね俺もやっぱあるんだよなその 裏側じゃないけど、そのなんか全部言った方が面白いんじゃない。か原宿さん、それあるよ。あるんだよね。ある。その議めちゃくちゃあります。全部言いたいっていう欲がなんか、欲、何なんだろう。なんかあるんですよね、俺って。全部言ってからなんじゃないかって思ってるところが、あるある。いや、わかるよね。その面白さもわかるんだよ。確かに。でも、それ全部、言い続けたら。 やっっぱななくち言うことが。だからやっぱあんまりもうやめようかな全部言おうとするっていう。いやでもさそれもまた難しくてさやめるとそれはそれでつまんなくてさ全部言おうとしてる姿勢が面白いわけじゃないですか。なるほど全部言おうとしちゃうけど止められるし自分でもセーブかけるし。 ギリギリの状態で保ってるのが面白いんであって全部言い出したら、うん、やっぱその一瞬は面白いけど、うん、その後は面白くなくなる確かになだからそこでと止まってるのがやっぱいいんじゃないずっと。鬼越トマホークとかもやっぱさ最近結構セーブしてるなっていう感じあるよね<ー> 以前ほどのなんかめちゃくちゃなこと言うみたいな感じじゃなくてってるよねやっぱ怒られたねめっちゃ普通に普通に普通になんか怒られるだろうなトーンが下がったのでだあれ俺ちょっとあんまりだなと個人的には思ってます鬼声のやり口鬼越のその本当のことを本当のことをう面白さは面白いけどなんかそれは いや誰もやんなかったからやるから面白いってなってるけどうん、うん、誰もやんなかったからじゃなくて、うん、やらないようにしてたじゃないかなと、うん、あいねそれをやったからすごいだろうとは俺は思わないなって思うんですよ。なんか幻想みたいなのがあった部分をもうつまびらかにしたというか。うんうん それが面白いものもめちゃくちゃあるんだけど、うん、なんかごちゃごちゃになって割と普通に純粋なただのいじめだろうっていうことにもうぐちゃぐちゃになってるなっていう気がするうん、うん、あ、なんかでもやっぱその本当のことを言うっていうさ感じがやっぱ世間的に今は結構あるのかなと思うよね。ああまあ何かずっとあ,あるしね。 本当はこっちなんだみたいなことの方に、なんかみんなはこれは本当だから、これはもう動かせないみたいな方になんか価値を感じてるみたいな感覚ってあるよね。ま、うんうん、確かにそれはあるだろうね。うん、まあそれはいいことでもあるし。うん なななんかそれをてててに当てはめるると良くない気もするなって、うん、だからなんかさそれ,それってすごいこう不確かだからかもしれないなと思うんでよ、ね、その世間が不安定すぎてもう何も分かりませんっていう状態すぎてなんか本当のことがあるとそれだけはなんかもうさここはなんかもう本当だって言っていいんだっていうのが嬉しい。ね、あそそっかそっかか、うん だから本当にこの人は叩いていいよみたいなサインが出るともう一気にみんんな行くじゃん一人一人の声は小さいと思うんですけどみんなが言うからこれは本当だ本当だからこれはとんでもないみたいなことをみんなが言ってしまうんでうん、うん、一人一人は軽い気持ちなんですけどそ,うなんなそれがぶわっとこう集まってうん、うん、イナゴのようにこう、ね、う群れになってしまうという。はいはいはい この問題がやっぱあるんですよね。本当を好きすぎっていう本当,好き、ね、本当にみんなが集まっちゃうんですよ。そうか本当が欲しいから本当が欲しいからいやでもね本当は面白いけど、うん、本当がばっかりが面白いわけじゃないはずなんだけどなきっとなるほどねやっぱエンタメって嘘ばっかりだけど面白いじゃないですか。うん まあ、その頑張って嘘を作ってるっていう面はありますよ、ね、映画も小説もそうじゃないですか。何、うん、かそこのやっぱコントロールですよね僕らが気をつけなきゃ俺はすぐやって <laughs> 荒木さんはやっぱそこを本当ぱ本質を突き立てて出しちゃうからんですねちょっと演じないといけない。演じてるって言われると嫌になっちゃうからだけどそうだね俺はそこをやっぱセーブする立場でいたいなと思う。はいでは続いてタルタルタカナゴハンさんのいる人ぐちゅぐちゅうがいが。 めちゃ素早い人 <laughs> いる早い人っいるいるいる確かにな <laughs> あと確かに言われないと一生思い出さなかったかもしれないあ<ー><れ>あいるわいるいる一瞬の人いる何か分かんないけどんであの速くなっちゃったんだろうねその人って <laughs> なんだろうね多分もう嫌いなんだろう、うん、歯が痛いんじゃない あ思想濃露激しすぎ水がもう染みちゃうから <laughs> あんまりゆすがないみたいなああ <laughs> そうかもしれないあるたまにそういうあのでもゆすぎってさ、うん、俺正確な回数というか秒数というか、うん、どの程度やるもんなのかなみたいな,な,な,たいなああ聞いたことないね確かに、ね、なんなら別にさ、うん、そ毒でもないんだからそうだよ別に歯磨き粉つけたまま あそあれ歯磨き粉ってフッ素が入ってるから、うん、し,みしませるためにあれを洗い流すよりかはえそうなのそうそうだ軽くの方がいいんだよじゃあゆすがない方あじゃああそういうこと それゅう口ゅうがいがめちゃ素早い人いやそいつ全然そんなイメージなくてクッソを取り込もうとして素早くなった人ってことそうかもしれないもしかしたらねじゃあ早いっすねって言われてもその論理で覆いかぶさってくるからちょっとうぜえ早いっすね早いっすねって言われないからまず確かにこれ早いっすねって言うのちょっと怖いよなかえみたいなめちゃくちゃなめられてるどういうことみたいな感じになりそうで怖いわ <laughs> ほっときましょう<や>この人は<や>ほっといたほうがいいゃあ最後かな、えー、人生終了ロールケーキさん、はい、人生終了ロールケーキさんのいる人 PC 本体の音量を変えるよりもブラウザの音量を変えた方が音が柔らかくなると感じている人 <laughs> そうなのなんかね、うん、なるほどねあ あ主,主電源の方を上げるとはい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 なんかあ俺本体の音量を上げると大きくなりすぎるっていうのかなそんなイメージある、うん、なんかちょっと雑になる気があるあ確かに確かにでもブラウザみたいなその1個なんかかませた先の音量をいじると少しずつ調整が効くような効、ね、くそう あそう分かるそ,れうそ,れそのことを言ってるそうかもしない。柔らかく変わるみたいなあ,<ー> <laughs> あそうか言われてみたらそうか言われてみたらそうかもしんないなああガサツな感じするもんね本体のつまみが、うん、結構お大雑把な感じするそう,そうそうそうするでもソフトの方の音量は柔らかく変えれる、うん、グラデーションで変わってくるな そんんななな感じじする確か合ってゃいこれだからそうかもね合ってるかっていうかまあイメージはみんなそうかもねでもなんかこういうのあるよねそのコードがもうさ違うとかあるねコードで音がもう変わってくる言うよねとかピュアオーディオみたいなそのあの人っているよねいるいるタモリクラブに出てくるタイプのそう電線作ってる人いたもんねはい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 音よくするために電信柱を自分で作って 電源を変えたっていう、うん、絶対変わってないだろうその人は変わったと思って <laughs> でも確かにその人の中でね変わってるって言うんだったらもうね 好きにしてくださいって言いようはないんだけどでもこういうのってあるだろうねそのさ薄張りグラスとかもさ昔はそんななかったけど近代になって現れてそれで飲むと確かにうまいかもっていうこの感覚みたいなのが多分味以外とかでもいろんなところにあるはずなんだけねそれちょっと見つけたいねそれか おー便器俺たちってそのさうん、うん、もう決まった便器でしかさしてないじゃん,うん、うん、おしっことかそうだねでもこの便器でしたらやっぱおしっこの味が違うな、まあ、<ー>みたいなさ味がおしっこの味が違うあいつもより気持ちいいみたいながが嬉しがってそうだななみたいな感覚が多分あるはずなんですよあ,あでもあるかも、うん、跳ね返りとかの感じだよ、ね、そうそうそう,そう もっと一歩奥におしっこが行くようになってる距離感とか音とかねなるほどねこの素材ってこんな感じなんだみたいなおしっこ感って俺まだちょっとね研究され尽くしてないと思って本当にとうとうの人の研究所なんか結構研究してると思うけどねもしかしたら筒にする方が人間は気持ちいいんじゃないかみたいな。 <laughs> あそれあるかも筒にしかも、うん、しかもなんですけど筒にジョボジョボジョボって入れるだけじゃないんですよ向こうかからそそれれを吸いいいもしれない <laughs> <laughs> <そ>んな <laughs> 筒にちょっとだけそのバキュームじゃないけどちょっとだけ向こうから吸っているとあ,<ー>あれあれなんかこれすごくないみたいな。<laughs> あるかもそれ <laughs> なんか気持ちよさそうなんかねあると思うこれこれおおおおおみたいお落としておおこれ俺歩きするなあ <laughs> それちょっと新しいかもね吸われる吸われるタイプおお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  でもそれは、うん、開発したところでその <laughs> 客が寄ってきて何の利益があんのとかに <laughs> ここに人が集まったからなんだよみたいなどうしたらいいのかとかこれ気持ちいいんじゃないかって。 っていうプランはあるんですよ。こ<ー>れいいかも。これ俺作りたいかも。ちょっととうとうと。新しい便器を。きもころと一緒に作りませんか。確かに。うん。というわけで、じゃあ、もうこれで便器を作る日が来るかもしれないということで。いる人、見つけたら送ってください。はい、はい、お願いします。 いやこの間ちょっとね、うん、すごい衝撃的な映画を見たんですけどおうおうこれなかなかね、うん、感想を言うのが難しいっていうかそのどう言えばいいのかなって思ってるのでマミー,マミーこれもお寿司さん世代ですよ僕ら。おうおう 何世代アラフォーは完全に世代なんですけど和歌山カレー事件ね。ああ和歌山はいはいはい。ちょっとね亡くなった方もいるんであれなんですけど祭りのね うんうん、カレーにヒ素が混入してしまってそれを食べた方が、まあ、体調悪くなったりうん、うん、亡くなってしまったりっていうのでその町に住んでいた林真美さんっていう主婦の方が犯人じゃないかっていうのでう、ね、マスコミがもうさ ぶわー盛り上がって、うんはいはい、水かけたりしてね。そう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 。ね、写真がね、今も残ってると思いますけど、どその人がもう完全に犯人みたいなムードができちゃって、そうそうそうもう完全そんなムードでしたよ。うん、で実際裁判でも判決が出て、うんうん、まあ現在死刑という判決になって、まあ死刑囚として今服役。 してるという状態なんですけどこのマーミーっていうのはその和歌山カレー事件の林真美さんの息子さんがねいらっしゃるんですけど、うん、その息子さんが監督の別の方なんですけどドキュメンタリーとしてこう作ってうん、うん、どうやらその事件ちょっと冤罪なんじゃないか。な、うん、なんかかね冤罪じゃないいっていう噂は、うん 結構ちらほら、ね、聞く話ですよね。でまあ、再審請求とかもね、もう何回も何回もしてるわけなんですけど。はいはい、でまあ、もちろん遺族がさ、うん、言ってるわけだから、犯人とされている方の一番身近な人間が。まあ、その冤罪じゃないかってことを言ってるんで、まあ、ちょっとそのね。うん、どうなんだと、まあ、ちょっとなんかね、うん、本当にっていう。そう思っちゃう感覚はあったんですけど、これ見ると、なんかすごいんですよ。 ああそうなんだまあかなり客観的な立場で取ってまあ遺族が出てるとはいえ結構客観的な立場でこの裁判の証拠とか証言とかってどうだったんだろうっていうのでまあ再度こう調べ直してでまず目撃証言とかがかなり怪しいその信憑性があそうなんだ。証言自体が途中で変わってたりとかそのなんかこっからそんな風に見えるのかな とかそもそも見たとして、ね、見たとしてもその入れてるってことにはなんないよね,いそ,よねそこは別にイコールじゃないじゃゃなないいですかなかその証言してる人が言ってるのはカレーの鍋があったんですけどカレーの鍋のまあ周りで林真美さんらしき人がいたって、うんうん っていうことで<ー>、まあ、イコール入れたでではなないいっていう証言なんですよねそ,そもそもそのなんか娘さんと間違えたんじゃないかみたいな、うん、まあ疑念もあったりとかしてイコール100%パー黒っていう証言じゃないじゃないですか、うん、これはね。うんうん、で、まあ、証言自体も変わってたりとかして本当はどうなんだろうとかんかそのあれっていう感じにそのこっちもなるっていうかこれって大丈夫なのかなみたいな。 結構ずさんだけどもこれをその死刑っていうさもう取り返しのつかない最高刑としてこれって足る理由になっていいんだっけっていう感じにこっちもされるんだけどただただ俺には何の確証もないから知らないからその裁判の経過とか一時資料を知ってるわけでもない。 どううやららないいいっていう裁判らしいんですよね状況証拠しかないかで動機も不明なんですよ<ー>今に至るまで何でそんなことしたのか分からないっていう感じなんですよね。でかつそのあの保険金詐欺っていうこれまた別の話があるんですけど。 この林さんとまあその林さんの旦那さんですよね。うんうん、この人はまだ存命なんですけども、はいはい、その保険金詐欺をやってたんです。うんうん、ああ、それはやってたんだ。これは確定。ああ、なるほど。完全に保険金詐欺をやっていて、で秘書も持ってたし、うんうん、ああ、なるほどな。なんなら飲んでた。 お自分で、であ自殺しようとしたってこと自分でヒト飲んでて、うんで、それでもう、本当、ギリギリのとこまで行ってるんですよ、そのえー、死ぬ。なんでそんなことしてんの <laughs> それは保険金が欲しい。 ああ、そういうことか。ああ、なるほど、なるほど、保険金が欲しくて、ヒ素を。飲んで、多分二億ぐらいもらってるんですよ。ええ。めちゃくちゃ豪勢な暮らしをしてたんですよ。犯罪で。はい、はい。その事件はまた別でね、裁かれてはいるんですけど。だから、もう本当にそういう人だったんです。なるほど。ねだから、もう怪しいだろうと。だから。 っていいううううムードとかそ思よね悪いことした人なんですよたら悪いことした人だからまあその祭りのカレーにヒ素を入れるっていうこともしうるのかなみたいなそう聞くとやっぱりヒ素を持ってる人っていうのはヒ素が身近な人だったっていうのは間違いないと思うけどただただ保険金詐欺をヒ素でしていたっていうのと その祭りのカレーにヒ素を入れて不特定多数をそのひどい目に遭わせようとしたっていうのはその全く別というかななない、ね、まあねそれは別と捉えないとなんならないよね両極犯罪の性質としてさだってお金が欲しいわけでしょ保険金詐欺で自分でヒ素を飲むっていうのはお金がとにかく欲しいからやるんですよ。でお祭りのカレーにヒ素を入れても一銭も儲からないどころかリスクしか生まない まあそうななのか,なかなそれをまあ同じ人がこれは100%やらないとは言えないですよもちろんそうだ、ね、言えないんだけどそれ同じ人がやるのかなっていうまあそういう見方もあるよねなんかそのさで動機も語らないわけじゃんってなるとなんかさこれ大丈夫なのかなみたいなそのまあわかんないよね、うん、ど,んど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 んこのこっちも不安になったらこれをね 難しいんですよ。だからでも。そうだね。答えがないもんね。<ー>答えがさ<れ>ないというか、まあ今さらっていうこともあるし。う,ん,うん。この人が100%犯人。 っていうことにして良かったんだろうかっていう気持ちには。まあ、なんかなるそうだね。そういう部分で死刑とかにさ、反映されんのかな。うん、その、もしかしたら違うかもしれない,か,いから。うん、その罪状をもうちょっと軽くするっていうことにはなんないのかな。いや、だから、どうだったんですかね、実際の裁判で。ね<え>で。もしかしたら違うかもが、うんうん、そのやばいわけじゃん、死刑とかにしちゃったら。にそうだよね。うん、だ、これって。 どうなってるんですかっていう気持ちにどんどんなってくるっていうか,かその結構俺たちってその警察とか司法機関が出した結論が、うんうん、まあ1位なのかなって思ってるんですけどそ,そこもなんか割と怪しいっていう時も<ー>もしかしたらあるのかなっていうい、ね、実際冤罪とかあるわけだからね、うん、すごい頭から信じ込んでるじゃんそのいやもうだってそこを信じないとちょっと、うん、まあね 成り立たない、ね、成り立たないんだけど、うん、そこが間違えるっていうことも、ね、頭に置いとくべきなんじゃないかって。 っていう感じにさせられますねこのなるほどすごい映画だね、うん、それねしかもすごい有名な事件なわけでしょそうだねこれ俺たちの世代で知らない人いないぐらいの大事件なんですよねいいそうそうそうそ,うその結果がさこんなことになってたのっていうその衝撃うん、うん、ねそのムードというかそれは感じてたけどそれで犯人にした人がさ、うん、こんな感じみたいなえー、そうなんだ、うん なんか俺たちの感覚だともう終わってたというか終わってるんだろうなって思ってたその時代の大事件がえこんな怪しいのみたいなちょっとぎょっとする感じこれがある映画でしたね。でこれのの YouTube でこの冤罪じゃないかみたいな話はその動画が上がってるんですよ。映画はまあそれをこうギュッと まあさらに新展開とかもあるんですけど<う>まあその気になる方は YouTube を見るだけでも結構ギョッとできるというかうんこんなことあるのかなみたいな感じ、ね、にさせられるただ本当にわかんないですよそれは俺、ね、はわからないとしか言いようがないんで、ね、でもどうすりゃいいのって感じだよね, <laughs> ね一般市民からしたらそこがそんなずさんだった場合ってさ戦って絶対勝てないでしょそれ 一個人がさ、うん、司法にそうだからなんか一番怖いのはさ、うん、そのシステムをとにかく動かさなきゃいけないわけじゃないですか、うん、司法とか警察組織とかって。はい、でそのエラーみたいなことが、うん、もしかしたらあるのかなってその何千件何万件に1件とかはそう、まあ、だよね本当にミスみたいなので、ね、なっちゃうっていうことがある。でそれを なんかしょうがないって思ってたらすげえ怖いなって思っね いやそれはまあしょううがなないいとと思思ってないと思うけどね、うん、システムを回す上では何件かに1件ぐらいはまあ冤罪もみたいな考え方だったらすげえ怖いなって思ったんだけどありえなくはないかなみたいなまあ想像するにありえなくはないけど、うん、でもエラーがないようなシステムを構築してんだろうもちろんそれはできるだけそうしようとは思ってるかもしれないんですけど、うん、人間のやることなんで、うん、あまあ、はい、みたいな感じだ だったらすげえ怖い。そうだよね。いろんなことをこうね考えてしまう。なるほど、いい映画じゃないですか。ちょっと宣伝あるんですけどいいですか。マンションのエレベーターが休止する宣伝。いやいやいや、それ大分。の告知といえばもうね、あれも五六年前やってたやつやもう純粋な告知でちょっと申し訳ないんですけど、あの展示を一点だけするんですけど、渋谷の一〇九で。 あったかも展っていうあああったかも展はい方法なんかこんなことあったかもみたいな、うん、テーマにした絵を飾るっていうのが、うんうんね、9月6日から16時でもうやってるんですけどあもう開催中ですね開催中なんですよ、うん、でそれをまあ一点しか僕出してないんですけどまあいろんなあの著名な方々が出してるんで一枚だけですかお寿司さん一枚だけなんですよ一 <laughs> 枚だけじゃちょっと <laughs> しんどいな橋本ライドンさんあライドンさんもライドンさんもあらあと長生き明彦あ長生きもすごいおもころライターにお仕事をいただけたんですねあとすまみさんとかええすげえおほしんたろうさんとかぱいるんですちょっとツイッター勢がそうなんですよまあ結構だからツイッターで有名なへえ面白そういいイメージ出てるんであとねしかもね俺ね今回ちょっと試しにやってみたいなと思ったことがあって9月12日の「はい」 6時から来てくれた人の一コマのエッセイ漫画をその場で描こうかなっていう企画をやってみようかなと思って大イベントじゃないですかそんなすごいそうですんか似顔絵とかやろうかなと思ったんだけど、うん、似顔絵ちょっといろいろ描いてみたら、うん、なんかこう,うあんまもらっても嬉しくないかもなっていう気持ちになって。エッセイ漫画 だからもう架空のエッセイ漫画の一コマをその人モデルにして書いてみようかなと思う,うわすごいことするねただこれ結構時間かかっちゃうから10分ちょっとかかっちゃうかもしれないんであ,、ね、あんまできないんですよえでもお時間がある方はいい、ね、そうですだからね先着10 5人とかなっちゃうと思う15人でも最後の人は150分待たなきゃいけないそうだよね <laughs> <laughs> そうすごい一応6時から多分6時までやってるからあ<ー>まあよかったらちょっとできないかもしんないんですけどっていう感じでなるほど、はい、あそれはちょっと珍しいですねちょっと、ね、どうなるのかそうこれやってみたらなんかいけそうだなと思ったら他のとこでもやってみようかなとあちょっと話を聞きたいですねやってみた感じとか、ね そうそう家でちょっと練習したりしたんであ,いいあったかもてんっていうのはそのどういうコンセプトなんですかこれあ,あったかもてんっていうのはなんか、うん 昔の思い出の中でこういうことあったよねみたいなあるあるみたいなああるるでのをテーマにしてそれぞれが自由に捉えてこんなことあったかもねって実際はないけどみたいな見た人はあっあったあったとか思うのかなっていう最近そういうコンセプチュアルなねちょっと面白展示みたいなのありますもんねいい人すぎる予定みたいな2つ当ててえな こんなんでよ。なんで原宿さんが当てたかってんだ。こんなんで,一発ててなんで。これじゃあやりましょう当ててはこんなんで。ちょっと原宿さんと俺でさあ、あやろうよ。うよそういうやつね。うん、で俺このさ、そのエッセイ漫画のやつ。あややりたい。やれたらさその場でやれたいあそれやりたいな。悪い人すぎるよってぶつけて。<laughs> めちゃくちゃぶつけてる最悪じゃん。<laughs> <laughs> それはピッけすぎだ行方不明店もすごかったんだからあ行方不明店いらっしゃるよ6万人すごいよより行った時ももう行列だったからねすごいよ6万人呼べたらやばいっすねこれ呼べたとんでもないことになるこれもうんか考えますこれねえあれだよねアリスパのイベントとかも言ってたけど展示っていうパターンもあるかもしれないねいいと思う やりましょう。ちょ。これちょっと考えよう、マジで。倒します。倒すなしを。なしをなし。なしと、あの、妙円さんを。倒します。方向が別に違うから。倒すとかないじやるぞ。やろうやろう。なんとかっやるぞ。なんとかっていきましょう。というわけで、来週もよろしくお願いします。さよなら。さようなら。